ポケモンソルジャーの A0 です。熱内です。 WCS2023 の閉会式で対戦勢にとって重要な情報がたくさん公開されました。うん、会場で見てましたよ。いいな、俺は一足先で帰りました。マジで超大盛り上がりだったけど、特に、対戦勢にとって、気になる情報が盛りだくさんだったので、いくつかのパートに分けて、動画にしていきたいと思うんですけれども、今回は新しく公開された4つの技について話していきたいと思います。はい、まずは早手返し。格闘タイプの物理技で、先制技を繰り出そうとした相手のさらに先手を取って攻撃、必ずひるませることができる。相手が先制技じゃないと失敗する。ファストガードみたいなもんか。殴れるファストガード。うん、で相手がひるみに耐性持ってたら、あんま意味がないような、ゴーストタイプだったりしたら、あとマントとか持ってたらあんま強くないけどっていう。なんかダメージ的にどうなんだろうね。ハッサムあんまり削ってないから、威力言っても50とか。昔の第4世代の頃のフェイントみたいな感じがする。ああそうだね、その時のフェイントが威力50で、相手が守りの体勢に入ってなかったら失敗するみたいな効果だったから、それな感じでしょう。効果の通り先制技をよく使うハッサムとかカイリュウに対する返しで使えるんだろうけど、なんか使い勝手が良さそうには感じないけど、少なくともシングルでそんな感じで使うのはなかなかリスクがあるというか、カイリュウ、早手返し読み竜の前なんて決めた日にはもう無双状態だから、うん、マントも一定数いるし、っていうかノーマルテラスタルじゃなかったら全然ダメージ入んないし、ね、そうね。ワンチャンさ、丸付けのカイリュウに打ってさ、食べ残しでさ、また丸付けに戻るみたいな。確かにそうなりそう。全然起きうるから、そういう使い方は、パオジアンに対しては結構生きる場面あるかもしれない。確かに、つぶて不意打ちに対して打って、ワンパンひるませるというか、助けまで行くレベルで殴れるみたいなのは、だからパオジアンより速いポケモンって不意打ちとかを誘えるポケモンで使いたいけど、そんなポケモンおらん。誰が覚えるんだろう。映像ではハリティヤマが使ってたけど、格闘タイプが割と誰でも覚えるような感じになるのかね。そうだね。でも結局パオジアンより速いやつなんていないわけで、スカーフとかを持ってこの技使うの無理だ。オーニューラとか。あー確かにオーニューラいいね。ちょっとサーフ越えの打点が持てなくなりそうなの気になるけど、めっちゃパオジアンには強いかもしれない。 あと一個気になってるのがさ、これ変化技に対してもいけるよね。あーいけるのかな。いたずら心対策。そうそう、いたずら心ポケモンを一生完封するみたいなのは、オーロンゲにこれ打ちまくってたら壁一切張らずにソルクラかイカ様打つしかないみたいな展開にはできるんじゃないのか。ソルクラッシュ痛いけどね。先制技じゃないと失敗するから痛いんだけど。あとワンチャン守るとかより早かったらさ、強くない。でもそれ強すぎんの。いやそんなことないよ。強すぎはしなそうだな。昔のフェイントみたいなもんだもん、上位互換みたいな。先制技にしか効かないっていうのが本当に使いづらそう。先制攻撃技以外の先制技ってシングルだとほぼ守る系統の技だけだよ。ダブルだと手助けとかさ、この指止まれとかね。そう、この指とか再チェンとかいろいろあるけど、これはダブル用か。だいぶダブル用な気がする。シングルでこれガンガン使っていけるはないんじゃないか。これで威力30でさ、今のフェイントみたいにさ、先制技止めてそうじゃなかった時低火力先制技ですよみたいなのだったら、それこそねハリティヤマが使えるってことだから、カイナが格闘先制技威力30覚えるとかだったらめっちゃ強いじゃん。ハパンチ覚えない格闘タイプなんていくらでもいるから、ね、差別化にもなるだし。でもそうじゃないので厳しいな。2つ目がサイコノイズ。ウィスパータイプの特殊技で、相手にダメージを与えながら回復封じの効果を与える。これ面白いね。これはシングルでも強いんじゃないか。むしろシングルじゃないって思う。むしろ、ね、違うんかな。ダブルじゃなかなか回復してるシーンって見かけないけど、シングルなんてね回復しまくりだからね。回復封じの効果をよく知らない人多いと思うんだけど、大体の人が知らないんじゃない。5ターンの間相手を回復させなくするっていう効果なんだけど、これは一定の間って書いてるよね。そうだね。だから少なくともターン制限はあるって考えてよくて、そのまま5かなであってほしいけど、これでなんかさ地獄づくみたいに2ターンみたいな短かったらちょっと弱いし。一応なんか交代でも状態が治って、あとメンタルハーブでも治るらしい。マントとかも多分止まるよね。サイコノイズの効果消せるよねマント。そうなんじゃない、塩漬け的な感じだよね。だから受けポケモンがサイコノイズ対策で隠密マント持ったりするのかな。ハピナスすでにマント持ってるから、なんかそんな感じでハピナスが持つとか大いにありそうだけど、普通に自己再生とか使えなくなって、ドレインパンチとかギガドレインみたいな技も使えなくなる。
そう、そうこれさ、ツイッターで見てさ、あれそんな仕様だったっけと思って調べたらさ、5世代までは回復できないだけで殴れはしたんだけど、6世代以降は技すら使えないみたいな感じらしくて、なんか6世代で回復封じ強化されてたんだ。そう、それ知らなくて、回復封じが初めて出た4世代の時は使えてたなって思ってた。これだったら結構さ、なんか技を封じるっていう意味で、ウーラオスのドレインパッチ封じて格闘弱点のポケモンが動けるようになるみたいなことはちょこちょこ起きそうな気はするけど、グラスフィールドとかヤドリギの種は回復の効果だけがなくなる。あ、そうだね。だから自身のダメージ半分とか起きるし、ヤドリギのダメージは通るけど、あとポイズンヒールの回復がなくなるのは、おお、押し技が来るときには一番大事なんじゃないか。確かにそうか。でも身代わり貫通し、あ、どうなんだ、ノイズって音かな、シンクロノイズって音技じゃないよ、違うと思う。諸説出てきた。身代わり状態にサイコノイズ打って本体に回復封じの効果が及ぶかと言われたらなさそうだよね。ない可能性ある。あれでもスケールノイズは音技だよね。あ、そうだね。技エフェクト的にめっちゃ音っぽいけどね。まあグライオンとかに通せるんだったらだいぶ価値ありそうだし、威力は80? 攻撃技として最低限使えるようにするならそれぐらいやってほしい。低くても70は欲しいかな。一個めっちゃ嫌なとこがさ、エスパータイプなんダメじゃね。技とタイプとしては弱い。あの無効ガールドが良くなくて、特になんか受け崩しとしてさ、サイコショックってよく使われてるわけじゃん。それの対策でアクテラスみたいな、ラッキーとかハビナスみたいなのがいる中でさ、同じ受け崩しの性能を持つ技がエスパータイプじゃ意味なくねっていう。確かに技範囲として被りがちだから。こいつもだってアクテラスされたら回復封じ効果つけられないわけでしょ。そうだね。エスパー以外だったら何でもか。まあでもサーナイトが使ってたけど、サーナイトはフィアリー技あるからアクテラスされても大丈夫なんじゃないか。サーナイトは、サーナイトは、あともう一つ気になるの、再生力は回復されるらしい。それはそうだよな、だって手持ち戻ってからの効果だから。ドヒドイデとかヤドキングは回復していきます。まあ、それはしょうがない、それぐらい許したろ。まあ、受け以外にも残飯回復とかも封じれるから、ハイリュウとかヘイラッシャとか巨人音とかに対しても、まあ、あーまあまあまあ、まあ、悪かないかも。 あとは誰が覚えるかだな。結局剣盾の鎧の孤島の時は全タイプの新技があったから、この格闘とエスパー以外も全タイプ分の新技来るのかな。あー、まあこいつらが教え技なんだったらそうだ。でもこれ一個気になったのがさ、これさ、青の円盤で出る技たちだよこれ。そうだね。緑の仮面の時に教え技ないっていう可能性も出てきた。まあそれは仕方ないか。第1弾ではこれらの技はお預けです。誰が覚えたら強い。エスパー組は当然全員覚えてくれるとして、羽ばたく髪とか面白そうだけど。あー、ショック打ってる組か。髪サフゴあたりが覚えたらだいぶ、サフゴが覚えたらもういよいよ受けが、そんなに受け潰すっていうぐらいのポケモンになるけど、そうね、髪も悪かないな、結構いいな。サイコショックうまく使えるやつは誰が覚えても、まあある程度、あとそんなに使用率高いので覚えそうなやつが他にいないという、今までにない技の効果の組み合わせだったりするから、他のタイプの新技も来るんだったら楽しみだ。かなり面白いね。3つ目がタキオンカッター、鉄の頭の専用技で2回連続攻撃、必ず相手に当てることができる鋼タイプの特殊技。とりあえず鉄の頭のタイプとかも同時に発表されたんだけど、まあ、鋼エスパーだから、まあしっかりとりあえずタイプ1ではあるし、結構てんこ盛り性能ではあるんだけど、必中の連続技でしょ。そんなんなかった、なさそう。ミミキをワンパンしてるじゃん、これってめっちゃすごくね。だって特殊技なんでしょ。2回連続攻撃だから威力は抑えめであるはずなんだけど、2回中の1回は首折るのに使ってるから、ね、その2回目でミミキワンパンしてたから、鉄の頭がめっちゃ C 高いか、タキオンカッターがめっちゃ威力高いか。なんかざっくり計算した感じだと、頭の C が130族でタキオンカッターの威力が70だったら、フリミミッキを皮込みでワンパン、か C 種族値140で威力60、それだと補正かけて物販しとけばワンパンらしいから、まあまあここら辺じゃないか。まあダブルパンツァーが威力60だからね。じゃあ60だ。てか70はやりすぎだよ、めっちゃ強いよ。いや60もやりすぎだけど、その威力だとしても鉄の頭が C130 以上あるってことだから、鉄の頭自体もまあ悪くはなさそうだよね。まあ、とりあえず S 早ければ神パを、なんなら包みもミミッキも全部倒せるわけだし、パス貫通して不意打ち耐えるぐらいの耐久してくれさえすれば暴れまくれる気がするんだけど、種族値も C は低くなさそうだし、困るのはちょっとエスパータイプついてるとこだけ。まあエスパーなかったらね、パオにも神にも乗せん、なんかみんなに悪くないから、水浦に悪くないっていうので評価してあげよう。4つ目が人雷、
タケルライコの専用技で、相手が攻撃技を選択しているとき先に動くことができる。電気タイプの特殊技で、相手が攻撃技じゃないと失敗する。不意打ちですね。はい。不意打ちの電気特殊版。威力は70で良い。まあ、70じゃね、さすがに。これ80だったら受けるけど。帰ってきたら不意打ちって感じだけど。まあ、不意打ちは無効タイプないからね。電気タイプということと、専用技ということを含めると、80とかでもいいけど。まあ、80になってくれても、まあ、全然。全然いいかなって、こいつの専用技っぽいし、元々の不意打ちの威力で使わせてくれてもいいけど、まあ、映像では鉄の包みワンパンしてたんだけど、まあ、電気の特殊なら何でもワンパンできそうだから、威力とか種族値は推測できないね。さすがにね、他の先生技と同じで威力40みたいなことは絶対ないだから、まあ、70以上は硬いかなって思うけど、普通に強いけど厚みは身代わりとかもあるしな。確かにね、映像では包みワンパンして会場盛り上がってたんだろうけど、実際の対戦でそんな包みに不意打ち打てませんよとか。ブーストだったら打つわけないし、ブーストじゃなかったら打てはするけど、包み側もなんか素引きしてくるだろうし。あ、でもタイプが電気ドラゴンってことで氷弱点で、包みは素早さの関係次第では苦手だろうからね。まあこの技はほぼ確実に入るだろうし、この技を覚えるっていうことが大きくプラスにはなる。遅そうだしね。ゲームで動いてるの見る限りはなんか遅そうな感じしたね。エース以外がバカ高くて、エースだけめっちゃ低いみたいなやつだったら、これ先制技持ってるだけでめちゃくちゃ強いから。まあブリザポスの特殊版みたいな。ああそう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 。それでもう人雷やったら強いでしょ。それ多分めっちゃ強い。まあさすがにクソ強い地面いっぱいいるからあれだけど、それ込みでもまあ人雷ボルチェンドラゴン技なんかとかで戦っていけるんじゃないか。種族値次第ではかなり強そうなポケモンになりそうですかね。というわけで新技について話していきました。他にもいろいろ情報あるんで、まあそれに関してはまた別の動画で後日話したいと思います。なんかよかったね、あのうねる源さ、鉄のイサハさ、まあ強ないじゃん全部。そうだね、この2匹は結構いけそうな技をもらった感ある。なんか微妙だから先に出したみたいな、お楽しみにならなそうだから。この後さ、エンテイとテラキョンがさ、もうほぼタイプ確定してくるわけじゃん。うん、古代活性の炎タイプなんてさ今んとこいないからさ。確かに岩エスパーはちょっとまあ知らないですけど。岩エスパーっていたっけ。え、ソルロックとか。ああ、ソルロック、ちょっとやばいか。岩エスパーが強いからちょっと一旦置いとくとして、エンテイの古来の姿は結構いけそうな気もするから。あと専用技がなんかハイドロスチームとかサイコブレイド的なやつばっかじゃなくてよかったね。それぞれの個性に合った技をくれそうな流れが来てるので、まあ、この2体も期待できるし、まあ、今後の2体もまあそこそこ期待できるのではないでしょうか。この新パラドックスも後編だね。そうだね、だから9月13日に来るわけじゃない。第1弾は内定ポケモンが増えるぐらいになるのかな。まあ新技とかまだ発表されてないけど来てほしいけどね。全然続報を待ちましょう。言ってる間にもう DLC 来るから。いや本当にそう、もう1ヶ月切ったからね。楽しみです。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。